ハレにあるヘンデル像ハレヘンデル音楽祭はドイツのハレで開催される音楽祭。ハレはゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの出身地である。1922年に第一回の音楽祭が開催された。この時のプログラムはオラトリオ、セメレ、スザンナ、オペラ、オルランド、そして16から18世紀のヘンデルとハレの作曲家たちの小曲であった。 その後1925年にヘンデル教会が設立され、1929年に第2回音楽祭が開催された。ヘンデルの生誕250年にあたる1935年には、ナチスによって帝国ヘンデル記念祭として第3回音楽祭が開催された。戦後になると、ハレ・ヘンデル教会が設立され、中立劇場、プロテスタント教会音楽アカデミー、 音楽大学と協力して1948年に第4回音楽祭を開催した。1952年からマルティンルター大学ハレビッテンベルクの協力のもと毎年開催されるようになった。なお現在ではヘンデルハウスが音楽祭を主催している。また1956年からヘンデル音楽賞が設けられ、1993年から高齢化した。ハレ劇場では 最低一つはヘンデルのオペラが上演され、その他にゲーテ劇場も演奏会場として使用される。1993年にはピリオド楽器仕様のヘンデル音楽祭還元楽団が創設された。またヘンデルに加えてザクセンアンハルト出身のヘンデルと親しかった作曲家たちの曲も取り上げられる。1922年以来音楽祭は ヘンデル研究と演奏の中心地となり、ヘンデルの42のオペラのうち34が100回以上上演されるなど、音楽祭によって再び日の目を見ることになった曲も多い。ありがとうございます。